はい、お疲れ様ですということで、ネットニュースを見ていましたら、嬉しいニュースというと、なんかちょっと語弊があるというか、まあ、おかしな、なんか感想なんですけど、ワクワクした話題としてですね、ちょっと今回記録をしてみようかなと思うんですけど、この新しいですね、ランドクルーザー、なんかプラド、の後継機種みたいなことで250ってことなんですけど、なんか今そのネットニュースですとかね、でもこうやって情報を取れるんですけども、これより前に YouTube でやっぱりおすすめ動画で結構上がってきたんですよね。それはまあ海外でなんかお披露目された際の動画だったんですけど、本当になんか間髪入れずにいったわけじゃないですけど、即なんか日本でも発売されるということで、2024年ということですね、来年ですね。さらになんかワクワク、別に買えるわけでも何でもないんですけど、乗れるわけでも何でもないんですけど、ただこのニュースを見て勝手にワクワクしてると。70系再再販、これも、いやこれすごいですね。で、まあ、何がワクワクするかって、周りにですね、こういったランクル、実車がこう走るのをですね、見れると思うとちょっとワクワクするんですよね。いやなんか乗れると思うとワクワクするとかですね、手に入れられると思うとワクワクするっていうところのワクワク感から言うと、もうかなりゲゲゲのもう感情なんですけど まあでも久しぶりに、それこそですね、免許がまだない、運転免許がない学生の時、子供の時とか、なんか新聞の折り込み広告だったりですね、まあ、雑誌だったりですね、なんかそういったものにたまになんかこう、たまにっていうかですね、その当時結構四駆って、今よりもたくさんこう各社販売されてて、でそれだけ見ててもですね、結構ワクワクしたんですよね。で、SUV とかも結構出始めだったりして、なんかそれくらいの免許もないくせに 乗れもしないくせにワクワクしていたような、そんな感じでですね、このネットニュース見れたんですよね。いや、ほんと何年ぶりかっていうか、もう何十年っていうとちょっとおかしいですけど、十何年ぶりなのかなとか、20年ぶりぐらいなのかなとか、なんかもうそれくらいワクワクして、なんかこの写真とかもですね、何枚かこうあったんですけど、なんかそれをずっとなんか昔のですね、まだ学生だった頃とか小さかった頃、子供の時とかのような感じでですね、大人になった今こう見ていたんですけど、いやなんか久しぶりにかっこいい車だなって思いました。もう見た目が、もう機能がどうとか価格がどうとか、もうそういうのはもう取っ払ってですね、とにかくこんなかっこいい車がですね、日本国内で、販売されるのはいつぶりぐらいだろうって思うくらい、個人的な感想ですけどね、思ったんですよね。正直言うと全然、その最近の車、ときめく車が皆無というか、そのなんかこう実用的に使えるなとかですね、なんかそういう観点で、なんかいい車そうだなとかっていうのは何台かあったんですけど、もう単純になんかこう乗り物というか、なんか物としてワクワクするような車って本当になくてですね、いや本当にかっこいい。もうこの一言につきます。いろいろコメント見てるとですね、やっぱり賛否はあると思うんですけど、いやーなんか海外の車だとこういう車って結構今まで出てたというか目にすることあったんですけど、なんでもう何年間もですね、そういったのを見ながら、なんで日本国内で、トヨタしかり、まあ、他の車メーカーさん、もそうなんですけど、なんで出さないのか出せないのかもよく分からなかったんですけど、
ずっと謎でですね、ああもうこのままこの日本の自動車業界ってこのままずっと行くんだって半ばちょっと諦めかけていたというか、でっていうのもやっぱり70再販とかされてわーってこう歓喜する人が多い一方で、いや逆にそれを上回る車がないことにちょっとこう寂しさというか、あーやっぱり日本ってもう先進国でも何でもないんだなってなんかもう勝手にですねちょっと気分下がっていたんですけど、まあまあでもこの車がですね多くの方に、届くとは思えないです。あの価格の設定もそうですし、もう多分多くの方にとってはもう私も含めそうだと思うんですけど、もういわゆる高級車の位置づけだとは思います。中にはですね、あの本当に何年もローン組んで無理やり乗る方も少なくはないと思うんですけど、まあでも普通っていう言い方もちょっとおかしいですね。ごく限られるのかなって私はちょっと個人的には思いました。でももうそんなことはどうでもいいんです。もうこのニュースがもう見れたこと、国内でこう走る姿を多分多く見かけること、まあ、これだけでも十分ですねでこのネットニュース見てるとやっぱり車の話題も、私のその通知の設定にもよると思うんですけど、結構車のニュースっていうのがポンポン出て飛び込んできて、で断るごとに落胆していたんですよね。っていうのもなんかやっぱりかっこいいなって思う車がやっぱり海外のメーカーだったりで、国内のメーカーでわこの車なんだかっこいいなって、ああ発売されるんだって、その最後のオチというか、まあ、タイトルとかにもあったりするんですけど、ああ海外なのかとかあオーストラリアなのかインドなのかとかですね、なんか日本じゃないのかっていうのでちょっとがっかりというか、でやっぱりコメントもですね、海外日本で日本で売らない車のことをなんでこんなに取り上げるんだみたいなことをやっぱり書かれてる方もいらっしゃって、まあちょっとクスッというかですね、まあその共感したんですけど、まあ、でも今回のこれ楽しみでこれ YouTube とかですねコメントにも書かれてないんですけど、私これパッと見た時にこの丸目だったり、なんかその色とかもそうだと思うんですけど、ルーフが白だったりで、なんかこれどっかで見たことあるなと思ったら、私個人的ですけど60ランクル60っぽいなって個人的には思ったんですよね。これどうかな、3あーって思った人いるんでしょうかね。コメント見ても全然なんかそういったコメントが見つけることできなかったんですよね。60っていうなんかそのやっぱりこうデザインのことだったり、なんかこう水平基調がどうとか丸目がどうとか、張り出したフェンダーがどうとかっていうのはこう皆さん話されてたんですけど、なんかこうランクル60を彷彿とさせるみたいな、なんかオマージュ60オマージュみたいな、なんかそういう文言っていうのがなかったんで、デザイナーの方何なんでしょうこれ、いつかいや実はこれ60のテイストもちょっと入ってるんですみたいなのが聞ければですね、なんかあそのメッセージはあそうだったんだやっぱりそうだったんだってことでちょっと嬉しくはなるんですけど、まあでもよく目にするコメントだったりで、そのランドローバーのディフェンダーですかね、なんかそれと真っ向勝負する車だっていうのもですねちらほらと聞かれてたんですけど、なんかこの他のネットニュースとか見るとですね、そのデッサンとかですね、見るとあやっぱりなんかこうディフェンダーをなんか意識して開発されたのかなとかなんか思って
って見てたりもしたんですけど、まあまあでも私そんなにあのランクル乗ったこともないですし、プラモデルすらもないですし、もう全然そのランクルの歴史についても本当に本当ににわかなランクルファンなんで、まあ偉そうなことも、なんかランクルユーザーとしてだったらなんかもっとこう、堂々と言えることもあると思うんですけど、まあ私は何にも本当にこう木陰でひっそりとこう見ている覗き込んでる一ファンだけなんですけど、いやー本当に本当にかっこいいですランクル。そうで、ちょっと止まんないですね。でこのネットのですね、なんかその社長の言葉みたいな感じでですね、そうそうこれですよね。今回のテーマが原点回帰ということもありランクルのど真ん中という立ち位置になりました。そのため日本ではプラドという名前がついていましたが、新型では伝統の形式名をつける形で450250系となりました。でこれこれがもしもプラドって書かれてたら、逆に私ちょっとなんかちょっと偉そうというか、変えもしないくせになんか痛いですけど、いいんです、もうこの際ちょっと言うんですけど、ここに例えばランドクルーザープラドって書かれてたら、ああプラドなのかってちょっとああこれプラドかって、思ったんですよね。でそのレクサス、そうそうそのレクサスのなんだっけ LX550 でしたっけ、なんかそんな感じのがなんかこのランクルの形、250の形で先にこうなんか発売されますよ、発売されたのかな、しますよっていうのもネットニュースで見て、でなんかそんな感じだったらいいなと思ったんですよ正直。なんていうことはつまりそのランクルっていう名前がなくてもなんかランクルじゃない別の何か名前車種として出てもなんか全然ありなんじゃないかなと思ったんですけど、いやこの社長のこのコメント、いやこのその原点回帰ランクルのど真ん中っていう、いやこれなんかしっくりきました。このコメント見てですね、これでこのコメントを聞いてランドクルーザーってこのこれですよ250がこうバンと出ると、いやプラドじゃないなんか私おかしいですよね、プラドがランクルじゃないみたいな感じで言ってるんですけど、私はプラドはプラドだと思ってきたんですよねずっと。っていうのもそのこれネットニュースにも書かれたんですけど、そのプラドの、なんか販売のこう歴史、その年表みたいなのがこう文に出てまして、その何年に何型とかですね書いてあったんですけど、でその中にですね、書いてないか、別の記事だったかな、ランクルプラドとして、多分これ初代プラドだと思うんですけど、そのランクルの70のあの形ですよね、カクカクした形でちょっと微妙になんかコーナーエンドみたいなところ丸みを帯びさせて、なんかプラドってその名前がバシッとこう入ってたんですよね、後ろに横にランドクルーズだってエンブレムもあったかもしれないんですけど、でその時のプラドってランクルかプラドかってパッと見て一般の人多分分かんないと思うんですよね。もうほんと同一車種みたいな感じで、カラーもそうでしたし、もう見た目もそうだ、 ほぼほぼあそうライトのとこがちょっと違ったのかな。で、まあ、ほんとパッと見ランクルだったんですけど、その多分2世代目っていうんですかね、でそこから本当にそのもうずっと丸みを帯びてそのプラド2代目2世代目って言ったらいいんですかね、で3世代目もそうですしだったと思うんですよね。そうで4世代目も、まあ、今も現行ですよね、もうマイナーチェンジはあってもなんとなくやっぱり丸みを帯びてる感じが捨てきれなくて、ここまでこうなんかこうカクカクしたようなそういったデザインじゃなかったんですよね。本当にこう山とかより街が似合うような、だからそれでなんかランクルっ
で私のイメージだと本当に砂漠走ったり、なんかアマゾンの奥地みたいなそういうイメージがあったので、あの丸い感じなのかランクルなのかってずっとその、2世代目からその現行までずっと思ってたんですよね。でここに来てやっとこのランクル、しかもプラドっていう名前がなくなったっていう、これがわあやっぱりこれですよ、このトヨタあの社長のですねもう原点回帰、真ん中の位置づけっていうですね、本当にしっくりきましたよね。もう納得、もう本当に納得というか、もう今までのそのプラドの歴史を別に見守ってきたっていうのかなり大げさなんですけど、なんかこう見てきた身としては、乗ったこともないくせに何を言うんだなんですけど、身としては本当に長年の胸の使いがスッとなくなったんですよね。これわかんないですけど、プラドとしてもね、買われる方、買うことができる方っていうのはプラドっていう名前がないよりもそのランドクルーザー250として本当にランドクルーザーなんだっていう、なんかああもうわかんないな、なんかこうおかしいな話ですけど、なんか本当にディスってるような言い方ですけど、うん、そのまあこれはもう個人的な、もしもこれランクルファンの方が聞いてたら本当に低評価どんどんつけてほしいんですけど、いやこの16分、今もう17分になりますけど、あの胸の使いが今どん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 こうなくなってきてですね、今本当にようやくすっきりしましたので、これくらいにしたいと思います。ランクル、これ乗れる方ですね、ぜひぜひ乗り回して、見せびらかしてください。はい、私はそれを楽しみにしてますので、はい、ということで以上